手のキャリーパミュパミュ、27、が19日、自身のツイッターを更新。突然の意味深な投稿が反響を呼んでいる。キャリーは午後0時半過ぎに、旦那さんの足を引っ張りまくる嫁にはなりたくないなぁ、とだけ突然、投稿した。何の前触れもない突然の投稿に、フォロワーからは、どうしたんですか？何見たの？キャリーちゃんなら立派なお嫁さんになれるから、キャリーちゃん大丈夫？などと心配する声がある一方、総理の奥さんですね、妙絵ですね。わかります。あの人のことですね、と、3月15日に大分県を旅行したとの週刊文春報じられた安倍昭恵夫人についての投稿と判断し、反応する声も多数見られた。一部では、同時間帯に放送されていた TBS、あっこにお任せ、日曜全11の4号、で昭恵夫人の情報を取り上げていたこともあり、あっこにお任せ、見てました、と同番組をキャリーを見ていたと想定してコメントする声もあった。